えっと、こんばんは。センボンマスです。今日も未確認思考物体から始めようと思います。それでね、今日のテーマはね、あれマウスにス値が入ってない。でね、今日のテーマはね、こんな感じ。小説の書き方。一生忘れない小説。あのね、ウェブ小説でね、読んだんですけど、 松田千葉子さんの魚っていう作品これをねウェブ小説で読んだんだけどこの人のブログで私本当にねあの素晴らしいと思った3,000字しかないんだけどあのねすごいねあの参考になるっていうかあの何 <laughs> えっと私,私には書けないとにかく私には書けない。 ちょっとジャンルも違うんだけど私には書けない世界こういう表現の仕方はやっぱり私はこの人にはかなわないあのね大人のファンタジーなんですよあのカ,テゴカテゴライズすると。でファンタジーなんだけど大人,大人子供には読ま,せ読ませてはいけないあの要素があってでね大体どんな話か。 ちょっとうまく説明頑張ってしようと思うんですけど、そのね、普通のサラリーマンのとこがいて、私ね、いつも言ってるんですけど、サラリーマンの話はね、面白くないから読まないよって私いつも言ってるんだけど、このサラリーマン小説が素晴らしい。で、普通のサラリーマンのとこがいて、で、だんだんその男の人が自分の左腕にあの違和感を感じるようになるんですね。それでなんか、左手に、 あの魚の入れ墨を掘ってもら,うもらったんですって確か腕の内側の方,方かなに、あのー、掘ってもらってでその左手がどん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 毎日肥大していって大きくて重くてもう引きずって引きずりながら会社に行ってでも他の人には見えないんですよ。本人ががその左左手手どどんどん,どん,どん大大きくくなっててるでででも左手、あのー、重変 あのその左手にけつまずいて倒れちゃったりとかで他の人から見てるとそれはもうすごいおかしいどうしたんだろうこの人みたいな。それであの入れ墨の魚ももう腕の中に入り込んでもう巨大化してマグロぐらいの大きくなってバーンって水と一緒に出てきちゃったりとかそういうのがあったりとかそれである日そのサラリーマンは。 あのバスを降りたところで美しい少女に出会うんですね。でその少女は彼のところに来てあの顔を手で挟んで両手で挟んで彼にキスをするんですね。でそのサラリーマンがちょっと感動しているときにそのじ少女が。 ほらね、あなたにはそういう性的思考があるのよっていきなり言うんですよ。だからそれまでに、それってあのロリッタコンプレックスの話なんだけど、で、今までストーリーの中にそんなことは全く出てこなかったのに、ここでいきなりね、こういう言葉が出てくる。で、その少女に、あの、あなたにはそういう、 的向があるのよって言われてでで彼女が彼を連れてどっかに行こうとするから彼はあの「今日はこれから会社に行かなきゃならないからダメだよ」って言うんだけどでも長女についていってでそこに泉があるんですよ。泉,泉があってで彼がその泉にこう腕を何こう差しかけたら。 彼の腕からその3つの魚の入れ墨からその魚がこう泳ぎ出てで湖をこう泳いでそれで湖の中に沈んでいくでそしたら彼の腕も普通に戻ってそれであの最後にその主人公が言うには初めからこうすればよかったことは分かっていたのに。 僕はなぜかそうすることを思いつけずにいたのだ。ねこのねこのねこのラインがものすごい意味深ですごい深いんですよこれがもう泣けるぐらい。あのね概要欄にあのリンクは貼っておきますけどあの概要欄の一番下に貼っていくんであの興味があったら。 読んでみてください。3000字しかないんですけど、これだけの世界をね、表現できるっていうのは、そんなに素晴らしい。絶対一生忘れない、私は。でこの方ね、今、あんまり書いてらっしゃらないみたいなんですよ。でも、探すの大変だったんですけど、なんとか見つけて、30分くらいかかった。ネットで検索して、やっと見つけた。でね、これはね、私がね、あの、文学賞の審査アニメやってた時に、 たまたま、たまたまた出会って、私ね、BL 書いてるということで有名だから、あの、BL 部門の審査員やってたんだけど、あの他の人が忙しいから、BL なんてほとんど応募する人いないんで、でも他の人のやつ手伝ってて、これをたまたま私が読んで、あの、なこれはなんか素晴らしいなと思って、もうこの人に絶対しょうがないから、私は、私は怒ると言って、 散々騒いでやっと賞をもらったでねこの賞はね本当にねいろんなデザイン出会いがあって私 BL の審査員だったんだけど BL の応募者がいなかったからあんまりもう BL を1回でも書いたことある人には全部コメント欄にこういう文学者がありますから BL 部門で是非参加してくださいっていうのをわーって入れて。 でね、それで今でもねお付き合いのある人がいるんですよだからね縁って不思議これでもし真相やってなかったらこの人にも出会えなかったしあのね私もねあのピアノの中からとか壁の中から妖精がいっぱい出てくるんだよで妖精は蝶々の羽が生えてるんだよ そういう小説はいっぱい書いてきたんだけどこの人みたいな意味の深い小説にはならない私はね頑張りたいと思うこの人にはかなわないもうこのセリフはね私には書けないそれでね私あの外国に住んでるんで とにかく日本語の本屋がないんですよ、このシティは。あのね、バンクーバーとかにね、行けばね、いっぱいあると思うんですよ。トロントとかに行けばいっぱいあると思うし、だけどこのシティには日本語の本,本屋はないんですよ。図書館にも日本語の本は全くないし、だからね、やっぱ先生とかにもね、私がいつも言ってる先生、先生にもね、言われたんですよ。読書量が全然足りないって。 でもね育っていく過程では私すっごい本読んだんですよ小っちゃい時から本当に大人になるまでもう散々本をいっぱい読んだでも今新しい本が全然読めないそれに海外ではねあの日本の Kindle は読めないんですよで他の会社も試してみたけどやっぱり本数が本の数が少ないとか高いとかやっぱり不具合があって読めないとかいろいろあってとにかく 日本から本を送ってもらうようなお金もないしでね唯一できるのが青空文庫でしょ青空文庫もね時々チェックしてるんだけど試し読みあの知ってる人もほとんどだと思うんだけどあの新しい本でも試し読みっていうのがあってちょっとだけ最初のとこ 読めるんですけど、あのね、試し読みってね、意外とね、10ページ以上読めたりするんですよ。でね、10ページっていうのはね、かなりの量なんですよ、意外と。そこで私は町谷良平さんに出会ったりとか、昔私が読んだ黒岩十五の,の夜の挨拶、 それもね結構ね長いこと読めたああここで終わってるんだなみたいなこの先やっぱり読みたいな日本行ったらね私絶対買ってくるあのね日本に行くとねあのねあのアマゾンで私の実家に本を送っといてそれであのこっちに帰ってくる時に持って帰るんですよいつも。 それでね、たま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 ですよたまたまねあの試し読みで草間彌生のね小説を読んだんですよその最初だけあのね素晴らしかったこれあのみんな読んでみてくださいとにかく画家の書く小説っていうのはものすごいビジュアルなんですね目に見えるように書く色とか形とかこれはね私たちにはねやっぱり書けない あの、特殊な作家じゃないとやっぱり書けない世界。あの、池田雅夫さんもそうですよね。やっぱり画家の書く、あの小説っていうのは、やっぱり違う。どっかが違う。私には書けない。何かがある。私はこれはすごいいいと思った。これ買ったし読みで。別に日本にいる人は大変ね、シェじゃなくて別に本買ったっていいんだけども。で、こういう小説を読みました。 本当にね。結構ね。10ページ読むとね。そのあの作家のその？世界観が。そのその作品の世界観がわかる。でも私日本に行ける日っていうのはね。かなり遠いと思うんですよ。それでね、あのね。またね。あのオンライン文芸誌破滅派。私が小説を投稿してる。 あの発表会がまたあるんですよ、来週かなんかに。それでね、今回ね、多分ね、15作ぐらい集まったのかな。で、私ね、7作読んだんですけど、やっぱりね、あの、先月すごいいいって言ってた作品が私あった、あったのよくももう YouTube でも言ってるんですけど、その人の作品はね、やっぱりいい。前のよりもいいくらい今度のはいい 多分またその人に非常識な大得点を入れてその人は絶対1位にする作戦あのねその人のはね何て言えばいいのかなとにかく書かなくちゃいけないことを書いてるんですよね書かなくちゃいけないことあの虚構と真実と 鏡の中と本当の自分とあのねあのテーマがねユーチューバーなんですよで私は自分の YouTube をと投稿するんだけどまあとにかくあのウェブ小説ハメたままウェブ小説なんだけどあのとにかく素晴らしい人がたくさんいるレベルがレベルがすごく高いんで。 私がやってる他のブログとかに比べたらもう全然みんな純文学で上手い,い人が多いでねいろいろ勉強できる上手ければいいってもんじゃないそれもねいつも感じる上手ければいいものじゃないんですよ調節,調節っていうものはだからねこの破滅派の合評化についてもまたあのお知らせしますけどあの私はねどうせいつも最下位なんですよ どんなに頑張ってもだからもう失うものもないから何でも言えるからとにかくその人をまた一位にする作戦で破滅さんに書いてるような人はねこんな YouTube を見るレベルの人じゃないからちょっと私もねすねてるんですけどでもね私合評会に参加できるのも何でかっていうとやっぱ人の作品のうしゃうしゃは分かるんですよ。で私はこの人の作品こう思うよってね意見をちゃんと言えるんですよ。 自分の作品は拙ないんだけど人の作品にアードコーダーは言えるんですよまあそうじゃないとこんな y o u t u b e はもちろんできないし亀さんの合曲感に参加するっていうようなちまうってこともできないできないしでね私にはねもう一つサークルがあってこれは別のブログなんですけどそれはね点数なしでね順番だけ決めるのコメント入れてこの人があの今月の一番ですよ でコメントをまた入れてこの人が2番ですよ3番まで決めるのかなそれであの特に最,最終的にこの人が1番2番っていうのは決めないのそういうのはやらないででねこっちのねこっちはねあの褒めるけどけなしはしないそういうスタンスでやってる人たちなんですね。でねねああの、ね、あの 最初はね、みんなで点数つけてたんですよ。で、1位、2位、3位も決めてたんですよ。でね、私がね、<laughs> 私がエチャモンつけたんですよ、それに。だって毎月毎月同じ人が1位、2位になるんだもん。で、誰が、誰がなるかって言うとね、なんかね、女性ですごい人気のある人がいたりとかして、で、彼女が、ね、いっつも1位か2位になって、私なんか、もう全然なんか、 論外論外どんなに自分の作品を素晴らしいと思っても、私は絶対1位にも2位にも3位にもなれないんですよ。半年ぐらいはそれが続いて、私クレームつけたんですね。こんなの、あの、文学賞じゃない、人気投票だって言ってやったんですよ。<laughs> 偉そうに。そしたら、そのね、あの、主催者の人がとてもね、あの人格者で、じゃあ、 あの自分もそれは感じてたからじゃあみんなで何ううとかして変えようよっていうことになってもう点数つけるのやめてあの順番をつけるだけででも順番の集計もしないでもうみんなで読んでコメントするだけだよ。だからね参加してると楽しいあの毎月あの人と作品が増えるからテーマが面白いし。 だだからやってるんだけど別にあのー、やめようかなってもう何回も何回も思ったんだけどもう2年やってるしあのー、あれなんですよテが面白いんですよここのねここのね、あのー、サークルにはサークルの色に私は合ってるあの1位にはなれないけど私にはね合ってるんですよ。それでね名前が、ね 眠気リスペクトって言うんだけどこれネットで検索すると出てくるんであのもし参加したい方は誰でも参加できるんでこれはねやっぱりねあのいろいろ癖のある作家さんがいろいろいてあのこれはあの破滅派みたいに本当にあのガンガン意見を言って点数を入れて1位を決めて。 あれね、確かね、一位にね、賞品賞、賞金が出るんですよ。ちょっとだけど。こっちはもう全然そんなんじゃない。もうみんなで楽しんでやりましょう、みたいな。私にはだからね、物足りないんですよ。実を言うと。でもね、こういう人の作品を読むっていうのはね、本当に勉強になる。あの、特に何こういうウェブウェブ界隈の、同じ、あの、 同じブログに投稿してるようなあの人たちと集まって読み合うっていうのは本当に勉強になる。でこのサークルはねこの「眠気リスペクト」っていうところはねとにかくあの定番が面白くてあの新しい今月の「 フォビアで私この「白く凍る」っていうあの長編目指してたんだけど挫折したやつあれを書くこの今月中に締め切り今月末なんででね「先日はまがいもの」っていうテーマで私はこれを書いた発音はしないけどでね「雨」っていう時にはね「雨が降った」ってもうなかなかこれもね私もう大好き大好き自分で書いて大好き大好きな小説で。 でね、テーマがね、明日地球が粉々になっちゃうんだってっていうテーマがあって、で、この時はこれを書いた。SF を書いた。私はね、SF を書きたい、書きたい、書きたい、書きたい雰囲気で、書きたいなと思った時に誰かがこのテーマを言ってくれて、ああ、で、これですごいなと思って、もう一気に書いた。で、カメリガムテープっていうテーマを考えた人がいて、 で、もうどうしようかと思ったんだけどこれはこれになってこれもね結局私の,あの作品の中ではすごい私は自分としてすごいよくできたと思ってるカフェにガムテープがあってそれがいきなり剥がれてきてそこから妖精がうわーっと出てきてもう部屋中にいっぱいになること出てきたんだよ。でこの「よくしたよくしたらあの YouTube にも貼ったんですけどそんなことをしたら寂しくて死んでしまう」 っていうこれも私の大好きな大好きな <laughs> あの小説ででこの間これあの紹介したんですけどこれはね「鬼」っていうあのテーマだったでこの辺もこの間ご紹介したんですけど「招待状」っていうあのテーマだったとにかくテーマが面白い「眠くりスペクト」あのあの ネットで検索して、あの、いろんな人が読んでみてください。もし、面白いなと思ったら、参加してみてください。でメ破滅、破滅さんはね、私、破滅さんはね、もうね、自分の作品は、あの、程度が低すぎるっていうのが分かったんで、でもね、今回はね、あの、YouTube で、YouTuber がテーマで、もう、自分の YouTube を投稿したんで、どうなるか知らないけど、まあ